ア株式会社の平田です。取引先の会社さんからのですね、最近やっぱ8月になってから落城の申し込みがすごい増えちゃってて、まあありがたい限りなんですけど、どんな人材が欲しいですかっていうような、いつも人材の流れを聞かれることが多いので、ちょっとお話をします。一番増えたのは 3D です。 3D 遊戯機のための、まあ、モデルの人とか、まあ、モーション、それからアフターエフェクト、そして何よりもエフェクトですねっていう人が欲しいっていう話は、まあ、正直言って増えてます。 3D はいつでも必要っていう感じですね。あとは 2D がたまに出ますけれども、やっぱり昔よりは減りましたので、まあ、基本的には今 3D の募集が一番多いかなというふうに思います。なのでですね、まあ、今 3D を取るのはなかなかやっぱりみんな軍用拠なんで、大変かと思いますけれども、まあ、会社さん同士それぞれに合った 3D の方が提供できればなというふうに思っております。これからもよろしくお願いします。